SX シリーズは日本電機が開発、提供しているスーパーコンピュータのシリーズで主戦力級のベクトル型スーパーコンピュータとして世界で唯一生き残っているシリーズである。2019年現在の最新モデルは SX オーロラ翼である。1983年に SX-2 と買いモデルの SX-1 を発表。 1985年に出荷したのがシリーズの始まりである。さらに廉価版の SX-0 もラインナップされた。その後は主力機の新世代ごとに末尾の数字を一つずつ増やしていた。サフィックスの数字や英字はサブモデルや改良版やサーバーモデルや小型モデル等を示す。トップ500首位で話題となった地球シミュレータの 初代システムは本シリーズの SX-5、2代目システムは SX-9E、3代目は SXACE、4代目の現行機は SX オーロラ翼がベースである。1983年4月発表、SX シリーズで最初に登場したのは SX-2 である。SX-2 の買いモデルとして SX-1、 SX-0 が提供された。改良版として SX-2A 等が開発、出荷された。SX-2 は世界で最初にグフラップスを超えたスーパーコンピュータでクレイ -2 に抜かれるまでの一時であったが世界最高速であった。1989年4月発表。OS をアコス -4 ベースの SXOS から ユニックスウェスのスーパー UX に切り替えたモデルである。その後、1990年に低価格モデル、1992年1月に改良型モデルを発表。最大4つの AP が構成できる。メモリを共有して動作する。CP も2つ構成できる。ベクトルレジスタの容量、パイプラインの本数と AP の台数によって1リットルから44まで10個の サブモデルがあった。1994年11月発表。SX-3 までは、バイポーラ論理 LSI を使っていたが、SX-4 では、CMOS 論理 LSI を使うようになった。このため、サイクルタイムは、SX-3R の2 5ナノセカンドから8ナノセカンドに遅くなったが、消費電力と発熱の低下による、空冷化と、 CPU モジュール1個のチップ数37、面積 38.6cmX45.7cm という高い実装密度によりコストパフォーマンスは向上している。計算性能は濃度あたり 64g フラップス、システムあたり最大 1024g フラップスとなった。SX-3 同様濃度単位でメモリを共有するが、濃度間では分散したシステム間で、 強調動作を行う。コンパクトモデル、シングルノードモデル、マルチノードモデルがあった。SX-5 が観1998年6月、発表。シングルノードの最大 CPU 数は16個、最大共有メモリ容量は 128GB、主記憶転送速度は 1024GB、S であった。SX-4 と同様に CMOS を採用。 集積化を進めチップの処理速度向上施策とともに、排熱設計、多層配線などにより、全体の処理速度の向上を図ったモデルが SX-5 であり、クロックが4ナノセカンド、ベクトル命令パイプラインが16本と SX-4 に比べ CPU モジュール1個あたりの、性能が4倍の8グフラップスとなった。この32チップで構成された CPU モジュールを、 1>, 1チップ LSI 化したのが初代地球シミュレータの CPU である。1999年5月にベクトルパイプラインが半分の8本のサーバーモデル SX-5S を発表。2000年6月クロックを約3.2ナノセカンドに向上させた 1CPU モジュール10グフラップスのモデルを発表。この CPU 演算性能強化モデルでは シングルノードの最大演算性能は1 6 0 g スと向上したが、主記憶転送速度は 640GBS に低下した。2001年10月発表。シングルノードの最大 CPU 数は8個、最大共有メモリ容量は 64GB、主記憶転送速度は 256GBS であった。地球シミュレートのシングルノードを改良したものを用いている。 従来は、スカラーブとベクトルブは同期動作だったが、地球シミュレータ同様に、ベクトルブがスカラーブの倍速で動作するように改良された。クロック2ナノセカンドで動作する8本のベクトルパイプラインを持つ、1チップベクトルプロセッサから構成されている。0.15マイクロメートル CMOS プロセスを採用している。2001年11月にデスクサイドモデル SX-6i を発表。 2003年9月にキューグフラップス CPU とシングルノードあたりの最大メモリ容量が2倍の機種を発表。2002年10月発表。シングルノードの最大 CPU 数は32個。最大共有メモリ容量は 256GB。主記憶転送速度は 1131GBS である。基本的には SX-6 のシングルノード内の CPU 数と 最大共有メモリ量を拡張したモデル0.15マイクロメートル CMOS プロセスを採用2004年10月発表シングルノードの最大 CPU 数は8個最大共有メモリ容量は 64GB128GB 主記憶転送速度は 512GBS である1ノード1モジュールを達成し CPU とメモリモジュール間に SX-6、7まであった、同軸付箋2万本を廃止カード化を高密度実装、15インチ、クスマディスプレイの画素と同じ密度の外部、接続ピン密度を用いて実現した、90ムシエモスプロセスを採用。クロックが、SX-6 比2倍、スカラ演算ユニット1ナノセカンド、ベクトル演算ユニット0.5ナノセカンドとなり1。 CPU あたり16グフラップスを達成。SX シリーズとしては、初の SQRT 命令のハードウェアサポートを実現。2005年9月、SX-6i の後継相当のデスクサイドモデル SX-8i 発表。SX-6i で不評だった、最大搭載メモリ量を 32GB と大幅に拡大し、 主記憶転送速度は 64GBS。2006年10月発表。ベクトルプロセッサの中枢機能である、ベクトル加算機と乗算機を倍増し、CPU あたりの性能を従来機に比べ2倍以上の 352G フロップスに向上した。同時に、1CPU あたりの最大ベクトル性能で 100G フラップスを超える1チップベクトルプロセッサを、 搭載した次期ベクトルスーパーコンピュータを開発中であることを表明した。2007年10月発表。ペタフロップス時代を視野に入れ開発された。当初の予定通り1チップベクトルプロセッサを採用し、プロセッサあたりの性能は100グフラップスを超える。これに伴い、性能あたりの電力効率を大幅に向上させている。65ナノメートルシーモスプロセス、11騒動。 配線採用。最大で8192台の CPU を接続できる。ノード間の接続速度も見直され、回線交換方式からパケット交換方式に変更。最大で 256GBS となった。オペレーティングシステムはスーパー UX を継続採用している。2011年11月に開発開始を発表。SX-9 と比較し、 性能あたりの消費電力を1、12、設置面積を1、52、CPU コア性能を6 4 g フラップスに、データ転送速度を CPU コアあたり 64GB、S にすることを目指すとしていた。SX シリーズとして、初めて複数の CPU コアを1チップ上に集積するマルチ CPU コアの LSI を採用した。名称については、 2013年4月のクールチップス16では決まっていないとのことで NGV と呼んでいたが、筐体の写真には SXX とあった。発売時に SXACE として発表された。2013年11月発売、SC13 で展示も行われた。SX-10 は商標登録されており、使えなかったため変えたとのことである。 AACE の名は16新法などで10に使う記号である A を意識している。2017年10月25日に発売予定を発表した演算機周辺は前世代までと同様のパイプライン演算機だが、ノードを PCIe カードに実装し、それを1枚使用するデスクサイドマシン形態の最小構成から多数使用するラック実装のスーパーコンピュータセンター向けまでを揃えている。 そして PCIE 化に伴い管理側のシステムが変更されハードウェアの面では管理側が独自の専用アーキテクチャから X86 機ベースにソフトウェアの面では OS はスーパー UX からユニックス系である点は同じだが Linux に更新された8コアのベクトルエンジンは SXACE と比較し性能あたりの消費電力を1、5に 設置面積を1、12、CPU コア性能を307グフラップスに、データ転送速度を CPU コアあたり 150GB、S とした。SX 概要図アーキテクチャは SX-3 以前とそれ以降は多少差はあるが、ここでは全体的な特徴について説明する。大きく分けて2つのユニットから構成されている。 非対称密結合マルチプロセッサ構成をとっている。また、同時期に開発された他系統の機種と比較すると、日立のものと対照的で、S-810 は既存メインフレームの拡張という形態であるのに対し、SX シリーズでは制御部のメインフレームとは分離独立した形態をとった。また、モデルごとに高速化を図る機能が追加されてきている。 例えば、パイプラインの増加、命令セットの強化、データのロード、ストア用のバスの分離や強化などが挙げられる。SX-2 までのアーキテクチャいわゆる、汎用コンピュータ的な仕事をするところである。オペレーティングシステムはこのプロセッサ上で実行される。データの入出力、プログラムの編集やコンパイル作業などを行う。SX-2 までは、 アコスマイナス 4K の汎用コンピュータである。CP はさらに通常の演算を行う AP とシステム制御部から構成される。入出力を行う IP モスクから接続される。SX-3 以降のアーキテクチャ SX-3 以降はアップ4800等のユニックスサーバーとなった。CP 単独で処理をするというようなイメージではなくなった。AP の制御。 入出力処理の制御を行うためのプロセッサという役割になった。数値演算のプログラムを実行するだけのプロセッサである。アーキテクチャは SX シリーズ用に新たに開発された。リスク形式風の命令セットであり、1命令は4バイト、または8バイトである。基本的に64ビットマシンである。大きく分けて、スカラ演算ユニット、 ベクトル演算ユニットとインターフェースユニットから構成される。AP は SX-2,SX-1、SX-0 は1システムに1ユニットであるが、SX-3 以降は1システムに複数ユニット構成できるようになった。そのため、各 AP は共有メモリ型マルチプロセッサを構成している。数値演算を高速に行うために、 ベクトル演算機能が用意されている。スカラ演算はリスク風のため SX-2 シリーズにおいては同社で当時最新の汎用コンピュータ S1000 の3.5倍以上を目標に設計されていた。ベクトル演算機能とスカラ演算機能は独立しているため平行に動作可能である。キャッシュメモリは命令キャッシュとオペランドキャッシュが独立している。 データを高速に処理するための工夫が用意されている。例えば、SX-2,1 においては、メモリは5 1 2ェインターレース構成をとっていて、6ナノセカンドクロックのスピードとともに、最大 11GB、S のデータ転送能力、1、3G フロップスの性能を誇る。クロックは、SX-3R で2.5ナノセカンドまで、 高速化されたが SX-4 ではデバイスが CMOS になったため8ナノセカンドまで遅くなった。レジスタ SX-2 のレジスタはおおよそ以下の通りである。なお SX-1 ではベクトル関係のレジスタは SX-2 の半分になる。SX-3 以降も基本的にはこの構成をとっている。 ベクトル演算機能ベクトル演算機能は4つのパイプラインを持っている。そのため、1サイクルで複数の演算を同時に行うことができる。また、ベクトル演算機能は、加算、乗算、論理演算、シフト演算の4つの演算機能が別々に用意されている。そのため、それぞれの演算を独立して行うことができる。例えば、i イ,イコール 100, c イコール a, b, 100コンティニュー。というようなドゥーループは、ベクトル演算命令の1マシン命令にコンパイルされ、実行される、ベクトル化。詳しくは、ベクトル化のページを参照のこと。もちろん、不動小数点数だけではなく、整数に対してもベクトル処理が可能である。また、ベクトルマスク機能を使い、ベクトル内で演算対象のものだけを振り分けたり、 ベクトルをマスクの値によって圧縮、伸長するような演算を行うことができる。そのため、より高速な演算が可能である。この機能は、ルーループ内にある i f 分内のベクトル演算を高速に行うために用意されている。その他、類イはを高速に求める機能や、不動小数点数の0.5倍、2倍を高速に行う機能も用意されている。 スカラ演算機能スカラ演算機能もパイプライン化で高速化されている。さらに SX-3 では命令のアウトオブオーダー実行機能が加わった。SX-4 ではスーパースカラー化されている。同時に2命令のデコード、フェッチと分岐を含め最大4命令が同時に実行可能である。固定小数点数演算用の演算機が2つ。 不動小数点数演算用の演算機が一つ、乗算機が一つある。固定小数点数演算は1マシンサイクル、不動小数点数演算も2マシンサイクルで実行、可能であり、極めて高速な演算が可能になっている。命令セット命令セットは3オペランド形式である。演算はすべてレジスタで行われる。リスク風のため、演算命令とロード、ストア命令が分かれている。 スカラ演算用の命令とベクトル演算用の命令が分かれている。スカラ演算用の命令は1命令1ワードまたは2ワードである。1バイトのオペコードの後に3つのオペランドが続く。オペランドはレジスター、インデックスレジスターあるいは即値である。ベクトル演算用の命令も1バイトのオペコードの後に3つのオペランドが続く。主な命令はなどが用意されている。 演算は、ベクトルとベクトルの演算だけではなく、ベクトルとスカラーの演算なども用意されている。このため、ベクトルに特定の値を足したりかけたりするようなドゥーループが、ハードウェア的な位置命令で実行できる。また、数値演算専用のプロセッサのため、いわゆる重心演算等の命令は、用意されていない。基本的に、ワード単位の処理であるが、ロード、ストア命令については、バイト、 16ビット単位のものが用意されている。SX-3 では、64ビット整数演算命令、最大値、最小値検索命令等が追加されている。SX-4 では、不動小数点演算に、IBM 形式、クレイ形式の他に、IEE 形式もサポートするようになった。ベクトル命令は、複数のオペランドを持つが、 一つのベクトルのオペランドをすべて処理してから次のベクトル命令を実行すると処理が遅くなる。SX シリーズでは一つのベクトルのオペランドが演算を終えた後次のベクトル命令の処理を開始する機能がハードウェアによって用意されている。このためベクトル命令の高速化が可能である。s x 二では配線を最適化するために AP とメモリ部分が y 型になっている。AP の先に CP や I p が接続される。冷却機構は別筐体である。水冷のため、SX-2 本体はそばに寄っても熱を感じず、ひんやりとして音も静かであるが、冷却機構の空気吹き出し口は猛烈に熱い風が吹き上げている。SX-3 では各筐体が平行に並び、その装置感を インターフェースユニットが接続している。SX-4 では、一つのユニットの筐体が、人の形に似た、非常に特徴のある形状になっている。SX-2 以降、AP、CP とも主要部分は、水冷方式となっている。SX-2 では、複数の IC を集積した IC モジュールに 10cm、四方の水冷ユニットが取り付けられている。 SX-3 では AP のみ LCM と呼ばれる 3020cm 程度のモジュールが採用され複数の集積回路と水冷機構が一体となっている CP は UNIX サーバーとなったため空冷化となり外部に設置する設備の大幅な縮小が可能となった SX-4 ではチップが CMOS になったため空冷になっている SX-2 までの OSSX-2,SX-1 は、Acos-4 をベースとした SXOS というオペレーティングシステムで動作している。Acos-4K で提供されている機能がほとんどすべて動作可能である。また、Acos-4、MVPG と素結合法マルチプロセッサ構成を取ることができる。さらに、チェックポイントリスタート機能を有している。 この機能を使うことで、長期間処理を行うジョブを分割して実行したり、出力制限値を超えてしまって、アボートしたジョブのリスタートも可能になる。長い数値計算を行う処理には便利である。SX-3 以降の OSSX-3 以降は、メインフレームベースのオペレーティングシステムをやめ、ユニックスベースの OS、スーパー UX となった。ベースは、 システム V ではあるが 4.3BSD の機能を取り入れネットワーク関係等が強化されている TCPIP だけではなく OSI への対応もなされている。その他の特徴は以下の通り SX-4 対応の OS では SVR4.2MP 対応になった。また並列処理も SX-3 ではタスクライブラリーというフォートラン指向のライブラリーを 用意していたが、SX-4 では、パズ X スレッドを使えるようになった。また、より並列度が上がるように、流度を向上したり、アトミック命令が追加されている。SX-2 まで、SX-2、SX-1 では、AP 上で実行するバイナリを生成するフォートラン77、SX と CP 上で、 実行可能なバイナリを生成するフォートラン77が提供されている。CP 上ではフォートラン77以外にもコボルや PL、I など他の言語もコンパイル、実行可能である。しかし AP 上で処理可能な高水準言語はフォートラン77しかない。CP 上実行可能なフォートランはデバッグ用途である。また、 フォートランのソースコードを整形するビュートファイアや動作を解析するアナライザー SX、対話的にベクトル化を推進するベクトライザー SX も用意されている。SX-3 以降 SX-3 以降のスーパー UX 向けには新しいハードウェアに対応してコンパイラム機能強化されている。例えば8バイト整数、ベクトルレジスタの容量拡大対応などである。 機能的にも外部手続きをインラインで展開したり、行列演算を認識して関数呼び出しに変えたり、ループ数を減らして、ループ内演算を増やしてメモリアクセスの軽減、ベクトルレジスタの効率的な利用を図るように改良されている。さらに AP が複数あることを利用し、並列実行を行う機能が用意されている。並列実行は、 サブルーチンレベルで並列化を行うマクロタスク機能、ループ内演算を並列化するマイクロタスク機能がある。マクロタスク機能はソースコードレベルでの修正が必要だが、マイクロタスク機能機能では自動的に並列化が行われる。さらに、より高度な並列化を行うために、並列化を指示するような命令や、並列実行のための補助的な命令も追加されている。また、 スーパー UX でベースとなっているオペレーティングシステムがユニックスであるのでユニックスに関係が深い C 言語もサポートしている。C 言語でもフォートランと同様ベクトル化機能を有効に使えるようなコード生成を行えるようになっている。性能向上のためのツールは新たにアナライザー P-SX とパラレライザー SX が提供されている。 SX-4 からは、フォートラン90が提供されている。また、SX-4 用のコンパイラは、SX-4 で新たに追加された命令や、高速化のためのアーキテクチャの改良を取り込んで、最適化を行っている。さらに、マルチノードにも対応している。SX シリーズは、アメリカ合衆国において、ダンピングを行っていると大幅に課税されたことがある。これは、 当時、米国社製のスーパーコンピュータに比べ SX-3 等の価格が安かったためでもある。当時、米国には SX-3 はほとんどを輸出されておらず、もっぱら、米国国外で SX-3 の出荷が順調に進み、米国社製のスーパーコンピュータの販売がしにくくなったためでもある。米国などのスーパーコンピュータメーカーでは制御系を 専用マシンで補わなければならないためこの政策が高額であった。これに対し日本メーカーは自社の汎用マシンで補い、さらに SX-3 等では小型汎用サーバに置き換えることにより大幅な価格差が生じる結果となった。米国では軍事産業保護の観点からスーパーコンピュータも保護すべき対象となっていたため安価であった。 日本のスーパーコンピュータの導入は一向に進まなかった。後に、米国国内でも安価なスーパーコンピュータが使えないことに抗議の声が上がり、この問題は消え去ることとなった。2001年2月28日に日本電機はクレー社に SX シリーズを OEM することで合意している。なお、詳しい経緯については、日米スパコン貿易摩擦を参照されたい。 SX-4、SX シリーズ以降のスーパーコンピュータは20、並列構成である。複数の CPU は並列ベクトル処理ノードに配置される。これらのノードは標準的な SMP 構成である。ありがとうございます。